タウオパチーは人の脳の神経細胞やグリア細胞においてタウタンパク質による神経原選異変化やグリルフィブリレリータイグルの形成を伴う神経変性疾患群である。タウと呼ばれる微小間結合タンパク質の過剰なリン酸化によって生じ、その結果タウは微小管から乖離し不要性の凝集体を形成する。こうした凝集体は 平線上細繊維とも呼ばれる。業種の形成過程はあまり解明されておらず、それらがアルツハイマー病の主要因であるのか、それとも補助的役割を果たしているだけであるのかについても明らかではない。アルツハイマー病で死亡した患者の大脳神皮質における神経細胞の細胞体と神経突起でのタウタンパク質の異常な蓄積、神経源泉変化は、 アロイスアルツハイマーによって彼のアルツハイマー病患者で初めて記載された。NFT は二次性タウオパチーであると考えられている。アルツハイマー病は老人犯が存在するためアミロイドーシスにも分類される。タウは過剰なリン酸化がなされると軸作の微小管から乖離する。その後、タウは誤ったフォールディングとなって凝集し始め、最終的には アルツハイマー病患者で見られるような NFT となる。タウが乖離すると微小管の不安定化も起こる。NFT の形成と微小管の不安定化とによって軸索輸送や神経管のコミュニケーションなどの過程が破壊される。アルツハイマー病における NFT の出現の程度はブラーク分類によって定義される。ステージアイト2では NFT は主に脳のトランセントロイノルリージョンに限定されており、ステージ3と4では海馬など大脳変遍系に、ステージ V と6では大脳神皮質の広範囲にも見られる。老人犯の出現は異なった進行を示し、両者を混同してはならない。ピック病ではタウタンパク質は、膨れた神経細胞内の封入体として蓄積している。認知症の一種である、 シギン下流病では、脳組織の顕微鏡観察科で、シギン性の下流やクイルドボディと呼ばれる、構造体が豊富に見られるという特徴を持ち、一部では、アルツハイマー病の一種であると考えられている。この疾患は、進行性拡張性麻痺と、大脳皮質基底核変性症など、他のタウオパチー、そしてピック病ともともいましている、可能性がある。タウオパチーはしばしば、 シヌクレイのパチーと重複しており、それはおそらくシヌクレイとタウタンパク質との相互作用のためである。ヒアルツハイマー型のタウオパチーは、前頭側頭型認知症、または前頭側頭用変性症と関係しており、ピックコンプレックスと総称されることもある。ありがとうございます。